Alright, this move today we play Samurai Warrior 4, Legend of Genkai. Let's go. Oh shit. よく死ななかったな。運命の矢は一つさ。こちらの動きは六角に筒抜けか。今到着したばかりで兵は疲労困憊。無論敵もそれは把握してるだろうな。だからこそ今攻める価値がある。お市様をめとり幸せ絶頂の長政様にそんな妙案が思い浮かぶかな。殿は我らが思っているより聡明だ。全軍突撃！おお！行くぞ義継。手柄が逃げる。浅井長政、近江の大名浅井家の治癒に優れた若き当主である。ある時長政は婚姻を結ぶ。相手は尾張の大名織田信長の美しき妹お市。信長は浅井家との契りを利用して美濃を制すと、先の将軍の弟足利義昭を擁して上洛を開始した。長政はその途上で六角軍に襲われ危機に陥っている兄信長を助けるべく昼夜兼行で駆けつける。若さにあふれ夢を追う長政に疲れはなかった。彼は高虎義継ら若き信と共に爽やかに戦場を駆ける。近畿の将観音寺城の戦い。時の流れには逆らえぬ。俺を忘れるな、義継。Let's go, man. Let's go. よかった。兄上は無事だ。昼夜問わずかけてきた甲斐があった。織田軍、敵六角軍に包囲されて、
包囲網を突破し兄上と合流しよう。六角は我らがまだ動かぬと思っているはず。一丸となって進めば容易に突破できる。バカだ、アザイア縁の駆けつけたばかり。こんなに早く軍勢を動かせるわけがない。上洛途上の無防備な兄上を六角は挙兵し織田の軍勢を分断した。兄上が倒れれば当然上洛はならぬ。乱世の根は一層深くなる。ただ六角を打ち破るだけでなく兄上の軍勢も救ってみせまする。織田に覇権を渡してなるものか。開門。
俺たちは一回の死に過ぎ、功を出世様、長政様に意見愚心もできんぞ。分かった。全て手遅れになる前にのし上がる。弱いと思うなよ信長。貴様の運を必ず無に下ってみせよ。長政殿の傭兵、実に見事じゃ。手柄を全部持ってかれてまうわ。これ浅井、こっちを信長に差し出すつもりか。解剖一つ。
北に進みたくば、わしの屍を越えてゆく。敗北撃ち取った。どういうのか。おう、また一つ。あと一つ。皆の者、油断するな。実に結構。ちょっと有力な形だ。我が輩が信長に立てば、我が輩が完全に覇者になれるわけだ。実に悪党らしい、うまい手ではないかな。で今日への道は開いた。兄上、今こそ上洛し乱なき世界を。兄上、これで兄上は上洛を果たすだろう。確かに兄上には苛烈なところもある。だが生半可な覚悟ではこの戦乱は変えられぬ。それがしは兄上のその覚悟についていきたい。いや、その覚悟を超えた先にある世をつかみたい。一、皆が幸せに暮らせる世がもうすぐ訪れる。長政様、皆もよくやってくれた。これからもそれがしを支えてくれ。長政様はこのまま信長の宗家となって生きるのだろうか。仕方ないことだ。時の流れには逆らえない。浅井連合軍の働きにより上洛を果たした足利義昭は第15代将軍に就任する。信長は義昭を統制下に置くと上洛命令に従わない越前朝倉家の討伐に向かった。その頃、長政には抑えがたい感情が湧き上がっていた。今信長は長政に背を向けて朝倉討伐へ向かっている。あとは誰が長政の背中を押すかだった。近畿の将金ヶ崎追撃戦。こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。
その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか？世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。己の道を行くだけだ。行こうか、友。朝倉攻めの背後を浅井に襲われようとは。信長様、しんがりはこの猿めにお任せを。織田の力を削ぐ好機、同じだ。できる限り敵を討ち、天下を引き寄せる。わしらは完全に包囲されとる。みんな散り散りに逃げた方がええ。通さないぜ。大局の衣装を撃つのだけと思った。二つには近づけない。浅草に紛れるとしようかな。あれは松永久秀。逃がすな、あの悪党の首は高い。また一つ。
場合はただの小悪党だ。そうはいらぬか。鬼島さんの首はここぞ。これで終わりだ。もっと手柄を上げる。目を狙う。首はやらんぞ、首は。自分がつけた火で躍進ではバーカだもの。敵将、討ち取った。肩をつけよう。ブーン、競おうぞ。流れに乗ってまでも敵軍を果たす。いざ参らん。とくとも Oh shit, lightning sword. また一つ。殿、おせっかいとは存ずるが、女性に参りましたぞ。俺たちも助けに来たよ。秀吉様は死なせない。絶対にね。敵軍を果たす。こういうのです。任せておけ。これより一人も逃さず最後まで戦い切る。この君を背負う身、負けられぬ。敵軍を果たす。敵将、討ち取った。確実に歩むのみぞ。いざ参らん。せろ。敵には回ってくれるんだ。ただいざ戦わん。下がり損ないが。また一つ。また一つ。こういうのか。はれ、我らも続け。おだめ、観念したか。進言せよ。朝倉義景の恐ろしさ、天下に示すは今だ。Oh.
が具に挑め。打ち取ったり、長政ただ一人だ。流れに乗ったまでに手柄を上げる。上を狙う。マーシーか。東道高虎、大谷義継、そなたたちの先行を称して感情を送りたい。私のような下級の者の働きまで見てくださったのですか。先行に貴賤の別はないさ。働きにふさわしい恩賞を与えるのが主君の務めだ。ありがたき幸せ。このご恩、たとえ死しても報いましょう。高虎、死んではならぬ。乱世を生き抜き、新たなる時代を共に作ろう。それがしには今も、そして未来にも必要なのだ。そなたのように若く、才気あふれる者の力が。長政様、ありがたきお言葉。大谷義継、そなたの軍略も見事であった。今それがしの軍勢はまだちっぽけだが、いつかそなたの力に見合った大軍を預けてみたい。
その時は引き受けてくれようか。はっ。ご期待に添えるよう努力いたします。長政様の巧みな外交により武田、朝倉、雑賀衆などが信長を包囲する形が整った。信長は包囲網の要である長政様を討つべく大軍を要して近江に出張ってきている。我らはこれを迎え撃つ。そして余勢を買って美濃まで軍勢を進める。精進してきた武田軍と共に信長を挟撃できれば天下は長政様のものだ。全てがうまくいけばの話だ。時の流れはそう簡単に変えられない。俺はそうは思わない。流れは変えられる。あの方さえいれば。長政の鋭い追撃は織田軍を追い詰めた。九死に一生を得た信長は京へと脱出する。長政はすぐに次なる手を打つ。朝倉、武田らと手を組み信長包囲網を敷いたのである。信長は最大の敵となった長政を葬るべく浅井領近江の姉川に大軍で攻め寄せた。長政は盟友朝倉義景と共に盤石の体制で迎え撃つ。英雄長政の夢がついに形になろうとしていた。近畿の将姉川の戦い。決戦で天下の行く末が決まる。知略軍略を尽くし兄上と相対する。それがしは気持ちの高ぶりを抑えられない。いや、すまぬ一。そなたの心中を思いやらぬ不適切な言葉だった。いいえ、お気になさらずに。長政様、覚悟はすでにできています。それに私もまた楽しいのです。長政様と共に夢を追うことが。ほら、あそこで熱っぽく話しているあの二人のように。ああ、そうだな。そなたと彼らの夢はそれがしの夢でもある。天下を取ろう。そして皆が幸せに暮らせる世を作ろう。はい、長政様。Ah!
この決戦で兄上と家康殿を破り天下を取る。織田の第一陣を突破し兄上に迫れ。なんじゃ、ウヌの覚悟を試そう。数で囲み砕く。打ち破ってみせる。敵将打ち取ったり。本陣はもちろん名優義景殿を失って、この戦は負けない。気をつけろ。Yeah!
我が槍、我が真偽に貫けるものはない。突き進むのみ。来るんか長政様、お市様。もうここまで来たら腹くくるしかねえか。確かに信長様は強引じゃ。じゃがこれはあまりにも無茶で無謀じゃ。兄上を超えるには無茶もせねばならぬ。かければ潰されるだけだぞ秀吉殿。ああもう本当にどうなっても知らん。敵将討ち取ったり。浅井の戦に信長公すら飲む勢いよ。戦つ浅井を止めて参れ。はっ、戦かずにお任せあれ。開門。戦かず殿とまともに戦ってはいけない。ここは主たち家康殿を狙うべきだ。ここは取り貸し。忠勝を出し門を開けるとは愚かなり。進入せよ。今こそ家康の首を取る好機ぞ。開門。朝倉軍が殺到しているため朝倉陣営の守りも薄い。嫌な予感がするな。家康は優秀な忍びを抱えている。俺が奴なら部隊が出払った陣を狙わせます。ぬるき戦しまいとする。かしこまりました信長様。我らは浅井本陣へ向かいます。開門。我ら美の三人衆は朝倉本陣を攻略せん。ここまで来て
失うわけにはいかぬ。朝倉を狙う織田軍を撃て。我が槍、我が真に進むのみ貫けるものはない。打ち取ったり。敵将打ち取ったり。兄上、今こそ決着を。なんだ、余から天下奪ってみよ。どうしても譲れない思いがあるから。さすがは兄上、徳川をおとりにしている間に聖兵を呼び込む。戦も大詰め、本陣で戦うことは避けたい。本陣前で敵を破り、一気に逆襲に転ずる。じゃあ、おい。敵将、打ち取ったり。浅井朝倉連合軍は未だ健在。兄上、天下はもらいます。申し上げます、武田軍甲斐に撤退した模様。何、千載一遇の好機を。兄上は兵を休め盛り返してくるだろう。天の時、地の理、人の和。兄上は天下人として生まれてきたようなお人だった。それがしはただそんな兄上に従っていればよかった。そうすれば兄上の天下の一部になれただろう。だがそれがしは流されるまま行きたくはなかった。自分の思い描く天下を作りたかった。たとえ裏切り者や妻や家臣を不幸にした者とそしられても。長政様のことを誰にもそしらせやしません。あなたは俺に生きろと言ってくれた。これからも俺の力が必要だと言ってくれた。ああ、まだ夢は終わっていないさ。
流れはもう浅井にはありませんか。はい。正直ですね。恐れながら織田に戻られるのが自然の流れかと。いいえ、夢から覚めたくないのです。あなたも高虎も浅井の兵たちも、そして長政様も、すべてが歌方へと消えてしまいそうで、すごいと思いませんか。長政様はあのお兄様相手にたった一人で戦って、あと一歩のところまで追い詰めたのですよ。私はそんな長政様の妻であることが本当に誇らしいのです。もう少し夢を見させてください。もう少しだけ長政様と一緒にいたいのです。は。信長包囲網の瓦解は長政の夢の崩壊でもあった。信玄の死により武田は意気消沈。信長に抗する勢力は次々と勢いを失っていった。信長は姉川の敗戦からすぐさま体制を立て直し、浅井の盟友朝倉家を無慈悲に滅ぼした。そして大軍をもって長政の居城小谷城を包囲する。もはや浅井の命運は風前の灯火であった。近畿の将小谷城の戦い。時の流れには逆らえぬ。俺を忘れるな、義継。長政様は必ず生かしてみせる。お前は逃げないのか。もうこの流れでは勝てないぞ。信長という男は魔に愛されている。そんな男にただ一人で挑んだ長政様を俺は支えたくなった。珍しく熱いな。さあ行こう。織田軍の城内侵入を許してた。その調子で頼む。
旗を捨てる。いい流れを引き込めたな。なんと見事な。よし、この調子で他の味方も助けよう。ここで果てるわけにはいかん。雰囲気が重くて暗いのよ。火をつけて明るくしてやりましょう。火のそばで戦えば体力を消耗しよう。私は最後まで。
一緒に脱出して再起を図りましょう。わかった。一緒にこの窮地を乗り越えます。場外に抜けられる道はこっちだ。皆共に行くぞ。勝利条件変更。逃がすことはできない。敵に気づかれたか。流れに行くまでの道を開いてくる。大丈夫だ。後から必ず合流する。あ、なるほど。長政様。シュメーター。従わず。敵将軍、討ち取ってく
このままでは救援願います。とくと見よう。
せ。下ってくだされ。今ならまだ。もう決めたのだ。頼んます。おいつ様のためにも。Oh shit. Nobunaga 様。そむききれぬ。長政。長政様、俺は死なない。生きて必ずあなたの夢を。このまま果てるか。墓なら作ってやるぞ。流れに逆らうのも悪くない。殿にそう教えてもらった。俺も果てない。生き延びることこそ忠義。俺はそう教えてもらった。お医師様を頼む。俺は織田にはくだらない。それぞれ追いかけるとしよう。夢の続きを。シェアソフル。Okay, thank you for watching, and don't forget to subscribe me for more video. Thank you. See ya.